新天町商店街あたりも結構、はいはい、あの変わってしまうっていう話で、はい、ああいう雰囲気をこう残してるのもいいんじゃないかななんていうのも話してたところなんですけど、うん、いかがなんですかね、その新しく建て替えるながらも昔の雰囲気を残して、で、より今だったら強くていい機能にできる、はいはい、そういう合理的な話と、もう一個は、はい、いやいや、ずっと小学校時代からそこに通ってきた、うん、僕の思い出を壊すのか、てめえはっていう声はありますし、はい、それはやっぱりこの時代の私は責任者として、一心にその非難は受けるつもりですが、うんうんうん、ただ、なんとなく天神の一番派手な部分だけ見て、うん、なんか全部福岡も東京化してんのって言ったら、なんかそうじゃなくって、うん、逆に残していく、行きたい景色っていうのもあって、うん、そこはすごいこうエリアごとに明確に個性を出す、うん、コントラストのある街づくりを目指してるんですよね、うん、だからその中の一つが例えば屋台とかもあるんですよ、やっぱり福岡といえば、ええ、中津の屋台みたいなね、はい、そうですよね、これも残すの大変だったんですよでしょうね、もう確かにこれだけでも裁判2つぐらい訴えられてますからね、そうですよ、誰が訴えるんですか、それは元の屋台事業者とか、はい。